はいどうも、GF チャンネルのいっちーです。いっちゃんです。今回は僕の夏休みキッズシリーズとしてめいっ子のいっちゃんと共に八ヶ岳にやってきました。今日は八ヶ岳のなんていう山に登るんですか？今日は八ヶ岳の北横岳に登っていきます。今回もね、天気すごくいいと思いますので、よかったら動画最後までゆっくりご覧ください。どうぞ。はい、お願いします。よし、はい、それではね、ロープウェイで標高2237m まであっという間にやってきました。早かったね。早かった。うん、一瞬だったね。めっちゃ揺れた。めっちゃ揺れた。ではね、ここから北横岳に目指してね、行きたいと思います。なんだいそれは。でっかい傷つき。どうなんのそれは。傷つきの紐を引いてください。はい、じゃあ引いてください。はい。首がもげる。首がもげる。北横岳はどれですか？当ててください。北横岳は、あ、正解です。よし、よし、行きましょう。行きましょう。今日登る北横岳は八ヶ岳の北部、北八ヶ岳と呼ばれるね、山域にあります。ロープウェイをね、使って登れる山なので、小学生でもね、簡単に登れる山となっております。いっちゃんは高い山登ったことある？山はないけど、うん、ビッグサンダーマウンテンは行ったことある。昨日行ったばっかりのディズニーのね。じゃあビッグサンダーマウンテンよりも高い山に今日は登りますよ。登りますよ。いっちゃん、今日登る山は？あれだ。あ、やばいやばい。行けるかな。いっちゃん、どうして山に登りたい？ YouTube に出たいから。え、 YouTube に出たいの？山に登りたいわけじゃなくて、 YouTube に出たいから。前回ね、北八ヶ岳に来たのは雪のシーズンです。どんな雰囲気になってるかは概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。なんかパッツンキノコまだあるよ。おいでおいで。どこどこ？こちらです。でっかい。ほんとだ。それでかい。これ美味しそうやな。それ美味しそう。自然が豊かですね。最高じゃないか。気持ちがいいぞ。まだまだ登るよ。どんどん行ってください。はい、キノコ探します。はい、キノコ探してください。はい。黄金色に輝いてそうなキノコです、うん、はい、でかいです。やばい、真剣綺麗。めちゃくちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗ね。雲より高いところにいいんじゃない？ほほ、うん、落ちたらふかふかそうね。ふかふかしてそうやね。綺麗だね。吊り橋気をつけてね。はい、めっちゃ綺麗です。階段が出てきましたよ。慎重に。はい、1時間ほど歩いてきましたよ。北横岳ヒュッて。ヒュッて。じゃあおやつタイムです。イエーイ。いただきます。お菓子もいっぱいあるね。うん、おいしい。うん、いい椅子見つけたな。いい椅子見つけたよ。どうですか、そこからの眺めは。とても綺麗だけど、うん、ギシギシって怖い。ギシギシ言って怖いね。何それは。ツルツル兄弟です。どうぞ。ツルツル兄弟。1、2、3、4。いっぱいいる。4兄弟だね。あともう少しで北横岳南方にね、到着しますよ。ここは北横岳の南方。はい、標高は2471.6m です。涼しいし。どうだこの景色。もうめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。こういう
カーブあったら、そのこういうカーブを右にちょ、あれが私が大好きな槍ヶ岳。登り始めて1時間40分で北横岳の北峰、はい、標高は2480m です。到着しました。イエーイ、綺麗だね。涼しい。ここ涼しいね。はい、それでは北横岳の山頂を後にして、この後はお待ちかねのおいしいおいしいお昼ご飯です。イエーイ。ということで GF 腹ペコ部おすすめの例のあの店に一瞬でワープをしたいと思います。せーの、はい、あっという間にやってきました。本日のお昼ご飯はこちらです。八ヶ岳 J&N です。お腹すいた、もう腹ペコや、腹ペコや。じゃあしっかり食べたいと思います。ちゃん誰にする？悩む。全部美味しそう。ステーキもカルボナーラも、うん、全部美味しそう。ビーフシチューも美味しそうだね。迷っちゃう。どうしようかな。これ食べます。美味しそう。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。濃厚。リブロースステーキです。めっちゃ柔らかい。ゆっちゃん食べて、食べて。味がしっかりしてて柔らかくて、うん、めっちゃ美味しいですね。お肉好きのゆっちゃんも大満足ですか？大満足です。ごちそうさまでした。でした。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったです。お腹いっぱい。お腹いっぱい。はい、それでは本日は北横岳に登ってきました。登ってきました。どうだった？途中ちょっと辛かったけど、うんうん、涼しくて景色も良くて、うん、とっても楽しかったです。小学生も登れる？登ります。小学生もみんなも遊びに来てみてくださいね。とてもいい山ですよ。とてもいい山です。空気は綺麗です。今回の動画面白かったなと思っていただけたら、グッドボタンだったりチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたどっかのお山で会いましょう。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。最高だ。